第107回日本選手権室内競技2月3日4日大阪城ホール1日目日本選手権室内競技の初日に女子 60M ハードルが行われ青木駅み77銀行が8秒15で優勝した高校生ながら U20 ではなく日本選手権室内に出場した林美希、中京大中京高3愛チップが8秒23で3位に入った この記録は今期の U20 室内ランキング2位で U20 室内アジア新記録となる。予選で8秒27と U20 室内日本新をマークして組トップだった林。U20 室内記録は知らなかったと意識せず、当期の確認で臨んだという。決勝では動きのアクセントをつけてリズムアップをイメージして走り、青木に食らいつき。 去年よりは近く感じました、と笑顔を見せ、記録よりも3位に入ったことを喜んだ。4種競技の中学記録保持者として高校に進み、高一時のこの大会以降、同じ高校生に一度も負けることなく高校ラストレースを迎えた。その間、インターハイで 100M ハードルと7種競技で2年連続2冠など、無類の強さを誇った。 そのプレッシャーに打ち勝ち続けた。今思うとあっという間の3年間でした。すごく環境に恵まれて、北村、はじめ、先生のご指導で成長できました。卒業後は壮大に進学。将来的にはハードルをメインに考え、まずは13秒3台を安定させていき、100M のスピードを上げて12秒台に入りたいです。と目を輝かせる。 女王として君臨した林は2024年大学ルーキーとして先輩たちにチャレンジしていく。